大島圭介講師は1974年1月19日三重県桑名市で生まれました。居酒屋から日本を元気にする目標に株式会社てっぺんと NPO 法人居酒屋甲子園を設立。てっぺん独自の本気の朝礼がテレビや雑誌などで話題となり、年間1万名以上の方々がてっぺんの朝礼の見学に訪れています。驚くことに今では中学生や高校生が修学旅行のコースでてっぺんの朝礼に参加するそうです。その功績もあり、2007年には外食産業に最も影響を与えた人物に贈られる外食アワードを受賞されました。また2018年には翡翠小太郎氏と前祝いの法則を出版し、2019年読者が選ぶビジネス書のグランプリを受賞されました。現在では良識を取り入れたメンタルトレーニングを開発し、高校野球界では大島講師の良識メンタル研修を受けた高校が甲子園初出場の夢を実現し、甲子園常連校を含め25校が甲子園に出場しています。2018年秋の神宮大会ではなんと研修を受けた初出場の高校が日本一の栄光に輝きました。本日は日本を元気にする熱く語っていただきます。大島圭介講師、どうぞよろしくお願い申し上げます。ご紹介ありがとうございます。改めまして皆さんこんばんは。渋谷区倫理法人会で、もう20年近く、学ばせていただいております大島圭介です。今日は本当に大変貴重なお時間をいただきまして、本当にありがとうございます。皆さんの本当大切な命の時間をいただいてますので、精一杯、話をさせていただきたいと思います。どうか最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。石川ちゃんの話の中で、8人の相談の中でですね、石川ちゃんの平均10年後の年収を下げてしまってるのは俺だなと思いながら、すいませんちょっとはい、僕を外していただいた方がいいかなと、思いました。もうちょっと笑っていただくとこだったんですけども、ですね、まず最初ちょっと皆さんにディスカッションからお願いしたいんですけども、今日も倫理で学ばれている方たち、それに倫理に入会して倫理で学んでるよという人手を挙げてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ半分半分ぐらいなんですかね今日は。じゃあですね、どうしようかな。今日本当最初のディスカッションは、倫理で学んだ中で一番その印象に残ってる、学びについてちょっと喋ってもらいたいなと思ったんですけども、じゃあ倫理の方は倫理で学んだこと、それを今こんな風に生かしてるとか、そのことについて倫理の学びについて話をしていただきたいです。で、倫理じゃない方たちはこれまでの人生の中で一番学んだことについて話していただきたいと思います。空気変わったんですけど大丈夫でしょうか。隣の方と2人1組になっていただきたいと思いますので、隣の人どなたでも構いませんので、一人ぼっちがないようにちょっとしていただきたいので、もうここに会場にいる人全員どなたかと2人1組になっていただきまして、じゃあまずハイタッチからいきたいと思いますので、ハイタッチお願いします。どうぞ。倫理で学んだこと、もしくは人生で学んだことお願いします。大体2分ぐらいで、2分ぐらいでいきます。大体2分ぐらいになります。はい、じゃあお互いに拍手お願いします。拍手お願いします。じゃあお互いにせーのでいいねってやってもらいたいと思いますので、じゃあもう一回拍手お願いします。見つめ合っていただいて笑顔でせーの、いいね。あとこれいいね、あと8回ぐらいやりたいと思いますので、すいません、ありがとうございます。で、今日僕
究極のチーム作りっていうので、もう大変おこがましいタイトルなんですけども、僕はずっとチーム作りを学んできたんですね。20代の時は、今50歳になったんですけど、20代の時はですね、本当チーム作りに一番、もう悩みまして、苦しみまして、で、本当にどうすれば、人が輝くチーム、人が輝くチームというよりも、どうすればいいチームが作れるのか、もう居酒屋の店長時代、苦しみまくって、もう本当に鬱になって、何度も逃げ出そうとしてしまったりとか、それぐらい店長時代うまくいかなかったです。でも、どうしても諦めたくなくて、どうすれば、本当にいいチームが作れるのか、どうすればみんなが本当にこの、店で働けてよかったって思えるような、本当にいい人間関係、最高の人間関係、そしてやっぱり圧倒的な結果を作るようなチームを作りたいなって、思いまして、やるんだったら日本一のチーム作りを本気でやりたいって思って、ずっと学んできました。で、その中で、僕ね、究極のチーム作りの定義は勝手に一人一人の可能性が最大限に引き出されて、一人一人の能力や才能が引き出されていって、そして圧倒的な成果、結果を出すチーム作りが、僕は究極のチーム作りの定義づけをしてるんですけども、その全ては倫理法人会、倫理の学びに全部詰まって、います。ちなみに皆さんに質問なんですけども、究極のチーム作り、一人一人の可能性が引き出されるチーム作り、どうすれば一人一人の可能性や才能が引き出されると思いますか？どうぞ。ちょっと喋ってみてください。ハイタッチお願いします。どうぞ、ハイタッチお願いします。はい、じゃあ拍手短いですけど、拍手お願いします。短かった、すいません。せーの、いいね。たまにショートバージョンがありますので、すいません。なんかでですね、僕福島正信先生っていう、もうチーム作りやリーダーのあり方を一番教えていただいた福島先生っていう方がいるんですけども、福島先生が言われたのは、チーム作りや人材育成で最も大事なことはリーダーのあり方だって言われたんです。生き様だって、やり方じゃないって言われたんです。あり方だって言われて、で、まさに僕、倫理って、あり方を学ぶ場所だと思うんです。その生き様を学ぶ場所、あり方を学ぶ場所が、この倫理に詰まってると思ってるんですけども、じゃあ、どんなあり方が究極のチームを作るのかっていうことについて、僕もまだまだできてませんが、倫理から学んだことを話をさせていただきたいと思うんですが、倫理の学びは、究極のチーム作り、拍手お願いします。あ、それでもありがとうございます。せーの、いいね。でですね、まずてっぺんのチーム作りからちょっと紹介したいんですけども、てっぺんのチーム作りは圧倒的にこの一人一人が輝く、もうとにかくみんなが成長できる会社、日本一成長できる会社、それを本気で目指してました。だから、みんなの成長できることにたくさんもう利益やお金をみんなの成長のために使いたいと思っていました。てっぺん変わった会社で、もう一つてっぺんのビジョンはみんなの夢が叶う会社にしたいなと思ったので、とにかく成長できるだけじゃなくて、夢が叶う会社にしたいと思ってやってきました。その中で、まあ、人材育成の追求だったり、人が輝くチーム作りの追求ということを、やってきました。で、みんなの夢が叶う会社。で、どんな夢が叶ったのかっていうと、なんとですね、てっぺんから今卒業して経営者になったメンバーが150人を超えました。ありがとうございます。20年間でですね、これフランチャイズにしときはめちゃめちゃ儲かってました。20年前に戻るならフランチャイズにしています。本当に失敗したな。経営を中野美さん教えてくれなかったんですよ、その時はですね。すいません。その時僕、中野美さんと出会ってたんです。僕20年前から中野美さん大好きで、中野美さんはてっぺんを僕出す前に銀座の、僕は修行時代に名古屋の会社だったんですけども、東京の出店を任せられて東京に出店しに来たんです。で、圧倒的な店作ろうって店長時代20代の時から燃えてまして、その時に中野さんと出会ってるんですけども、中野さんめちゃめちゃ可愛いんです。まさにあり方を見せていただいてるんですけど、中野さんめちゃめちゃ常連さんで通ってきてくれてて、で、もう本当になんかかっこもうイケメンじゃないですか。でも毎回違う女性を連れてくるんですよ。あ、すいません、ごめんなさい、それは本当に嘘です。それは冗談なんですけども、それは冗談で、
で、ま、本当でも中谷さんたくさん常連さんに来てくれてて、そしたらある日ノートを忘れてったんですよ。ノートか手帳か何かを忘れていかれて、で僕中身なんか見ないじゃないですか。で中身そんなお客さんのノートなんて見なくて、で中野さんだなと思って次来た時は出せばいいかなと思ってたんです。そしたら中野さんもうごめんっつって、俺実は同業者でもう本当にスパイみたいなことをしてたんだよねっつって言って、何も聞いてないし中身見てないのに、もう中野さんはごめん俺もう本当にもうたくさん学ばせてもらいたくて来てたんだっつって、全然悪いことじゃないのに、そんな中野さんが可愛くてたまんなかったです。すいません中野さん、出会っていただいてありがとうございます。はい、すいません、ちょっとそんな感じじゃないな。でみんなの夢が叶う会社にしたいと思って20年間やってきまして、150人のメンバーが経営者になっていったんですけども、ちょっと今てっぺんの卒業生の実績だけ簡単に紹介させてもらいたいんですけど、なんとてっぺんの創業メンバーが、内山正弘という人間がですね、2022年外食アワード、日本の外食産業で最も影響を与える人に贈られる外食アワード2020年取りました。拍手お願いします。ありがとうございます。いただきました。彼今33店舗ほどをやられてまして、今すごく日本の外食で注目されている人間です。あとですね、絶好調てっぺんという、これも創業メンバーの一人なんですけども、 S1 サーバーグランプリという接客で外食産業の接客部の日本一を決める大会で3回連続優勝しました。ありがとうございます。連続じゃないか、3回優勝してます。そして居酒屋甲子園という居酒屋で日本一を決める大会があるんですけども、てっぺんの卒業生が日本一になりました。これ去年の、話ですとかですね。あとこんな人間もいます。北海道の居酒屋甲子園で優勝した彼はですね、もうてっぺんの卒業生の中でも、三本の指に入る問題児でして、どんだけ問題児だったかっていうと、少年院っていうのが日本中に52個あるんです。その52個ある少年の中で、彼はなにわ少年院っていう少年院の出身なんですけども、52個の少年院の中で最もレベルが高い少年院なんですね。エリートが、全国のエリートが集まる少年院の中でもトップクラスだったんです。かなりやんちゃなトップクラスで、そんな、こんな彼だったんですね。もうちょっとなんか分かりにくいかもしれないですけども、そんな彼がですね、北海道で優勝したので拍手お願いします。もう本当に、で、僕は今、スポーツの方のチーム作りもやらさせてもらってます。倫理の学びはですね、そのままスポーツにも、ま、バッチリ、会社のチーム作りもスポーツのチーム作りも全く一緒です。全く一緒です。倫理で学んでることをそのままスポーツでやると奇跡みたいな結果が起きます。なんと札幌大谷高校、無名校、甲子園に出場したことがない高校が日本一になりました。もう拍手でございます。で、女子の、高校も神戸弘陵高校というところが、もう今日本で一番強いと言われている高校まで、なりました。これ全部倫理の学びをやってます。そして甲子園出場校25校僕が関わらさせてもらったところ半分が初出場なので拍手お願いします。初出場とか20年ぶりとか25年ぶりとかですね、もちろん有名な星稜高校、去年の秋神宮大会日本一になりました。今甲子園やってますけども、昨日勝ちましたのでベスト8まで残っています。で、こういうふうにすごくですね、もちろん有名校もあれば初出場とか20年ぶりとか半分ぐらいが、国学院久我山は25年ぶりの甲子園出場だったりとか、札幌谷高校、ちなみに本当はすごく面白いエピソードがですね、野球部に入りに行ったら前日に傷害事件を野球部が起こしてしまいまして、急遽サッカー部に入ってくれって言われたんですね。でサッカー部の子たちもなんか全然よくわからない、ね、僕が来て、でもサッカー部がそれでその年 初出場で全国ベスト8まで行ったんです。そしたらもう野球部も入ってくれということで、野球部も入ったらその年に日本一になっちゃったんですね、初出場 でそんな奇跡が倫理の学びをやると起きます。で、川石高校という高校も、震災があって、津波があって本当にもうすごく弱小校だったんですけども、本当にここも甲子園出場ですごく、めちゃめちゃ取り上げていただきました。で、なんでそんな奇跡が起きるか、なぜこんな奇跡のようなことが起きるのか、どうすれば圧倒的なチームを作れるのか、
どうすれば潜在能力、一人一人の可能性や能力を引き出せるのか。潜在能力を引き出すのは実はメンタルが重要なキーワードなんですけども、潜在能力、眠ってる能力を引き出すのは心の状態が関係してくるんです。二つの心の状態の時に潜在能力、眠ってる能力が引き出されていくって言われてるんですけども、この二つの潜在、心の状態とは何でしょう。どうぞ喋ってもらっていいですか。ハイタッチで。どんな心の状態の時に潜在能力が引き出されるでしょう。潜在能力が引き出される心の状態が二つあります。はい、拍手お願いします。せーの、いいね。答えはですね、一つは孫悟空の口癖です。ドラゴンボール、鳥山明さん、もう本当に世界中から愛された、もうサウジアラビアで今度鳥山明さんのあのミュージアムっていうか、なんかできますね、でっかいのができます。それだけ世界中が日本の、漫画にリスペクトされてるんですよね。そんなドラゴンボール、孫悟空の口癖、最強メンタル、潜在能力を引き出すときに悟空が言ってる言葉があるんです。オラ、ワクワクしてきた。ワクワクなんです。一つはワクワク。で、もう一つの究極のメンタルは感謝です。潜在能力を引き出す心の状態、感謝。ワクワクと感謝。これを倫理の言葉で言い換えると、明瞭愛は軌道と感謝。これが実は最強チームの心の状態、メンタル。ワクワク、明るく、仲良く、喜んで働く。これがワクワクの状態ですよね、まさに。このワクワクと感謝が最強メンタルなんですが、倫理の方はもう毎日喜んで働きます。今日朝起きたらもう今日も起きたって感じですよね。空気変わったんですけど大丈夫ですか？何を実践してるんですか？もう本当に明るく仲良く喜んで働くっていうことを倫理の方はもうとにかく一番大事に、倫理の根幹ですからね。その学びを実践されてると思うんですけども、皆様今倫理の経営者の方は 100% に近く実践されてると思うんですが、会社は何パーセント、社員さんたちはもう今日も喜んで働きますっていう状態、何パーセントですか？空気変わったので喋ってもらっていいですか？どうぞ。皆様のお仲間は何パーセントぐらいですか？会社の空気どんな感じですか？ちょっと空気大丈夫ですか？空気はい、じゃあ拍手お願いします。せーの、いいね。で、特に今回はですね、もう僕本当にこの今スポーツのチーム作り、これを徹底的にやってるだけなんです。いかにチームの状態を明るくしていくのか、仲良くしていくのか、そして喜んで練習や試合に挑める状態を作っていくのか、明瞭愛は軌道、感謝、このパーセンテージをいかに 100% にしていくのかっていうチーム作りやってるだけなんです。これが実は倫理の学びがそのまんま奇跡を起こす。これはもちろん会社でやったらとんでもない結果が出ます。これをスポーツでやってもとんでもない結果が出ます。倫理の学びの実践っていうのは半端ないです。で、今日半分ぐらいの方がまだ倫理で学ばれてない方たちなので、嬉しいですもうもし僕これも、いや、感謝も明瞭愛は軌道も明るく、そして仲良く、もう社員さん同士が仲良く、もうそして絆が深い、そしてもうみんなが喜んで働いてる、このパーセンテージが 80% を会社の平均上回ってる方たちは倫理で学ばなくても大丈夫です。でも、もし 80% 以下の方は入会おめでとうございます。ありがとうございます。1年間まず実践していただいて、これを 100% に近づけていただいて、 80% になった時に会社は絶対変わりますんで、ぜひ本当に、学んでいただけたらなというふうに思います。100分一見にしかず、100件一心にしかず、100回聞くよりも1回見る、100回見るよりもまずはやるってことですよね。実践していただけたらなというふうに思います。
特に感謝は最強メンタルで、特に感謝は最強メンタルです。でこれ僕一つちょっと待ってね、ここもちょっと飛ばして、この感謝が究極のチーム作りで、まあ、あなたは誰を喜ばしたいですか、あなたが感謝を伝えたい人は誰ですかということを徹底的にチーム作りでやっていくんですが、で親への感謝が奇跡を起こすということで、まあ、てっぺんの10周年の時に作った映像がありますが、ちょっと待ってね、今てっぺんの10周年の映像を見てもらいたいなと思います。これてっぺんのメンバーが手作りで作ってくれた映像で、僕たちがチーム作りで大事にしているのはまさに倫理の学びで、感謝のあふれるチーム作り、お客様からたくさんのありがとうをいただく飲食業であるわけなんですけども、その前にやっぱり一番大切な人に一番大切なありがとうを伝えているのか、倫理の学ばせていただきました。自分たちのやっぱり、原点は親への感謝、やっぱりお父さんお母さんに産んでくれてありがとうの感謝がやっぱ原点だなというふうに思います。だから親孝行日本一の会社にしよう、産んでくれてありがとうを、本当感謝ありがとうがたくさんあふれるお店にしていこう、だったらまずは自分たちが原点である親への感謝を大切にしていこうっていうことで、てっぺんのメンバー10周年の時にてっぺんのメンバーのお父さんお母さんに来ていただいて、で今まで手紙を書いたことない、親とはできれば会いたくない、いろんな親父のことはなんか許せないことがある、いろんな僕ね分かったことがあって、親っていろんな親がいるかも分かんないですけども 200% 子供を愛してる親がほとんどだと思うんですよ。でもやっぱいろんな親いますけどね、でもそれを10% も僕たちって受け取ってないんだなって。でじゃあどうやったら気づくかっていうと、親への感謝の手紙を親に読みに行ってもらうんですね。そうするとみんな書いてる時に、親からこんなに愛されてると思ってなかったとか、親からの愛に気づく子たちがいっぱいいるんです。親からの愛に気づくとどうなるかっていうと、自分を愛せるようになっていくんですね。で自分を大切にできて自分を好きになって、自分を好きな人を、自分が好き、自分のことを好きになれる人をどれだけ増やせるかって大事だなって僕思います。それって親からの愛をどんだけ受け取ってるかっていうことに気づけるか、どれだけたくさんの愛を受け取ってもらってきたのかっていうことに気づけるかっていうことを、この倫理で僕は本当に深く学ばせていただきました。僕事なんですけども、これ僕のちっちゃい頃の写真で、親父の写真なんですけども、警察官だったんですが、殉職で小学校3年生の時に、僕が小学校3年生の時に、仕事中に亡くなってしまいました。で、もう母子家庭で弟妹がいて、妹生まれたばっかりだったんですけども、またそんな時に、まあ、親父が亡くなったので、で、僕は本当に僕が頑張る原点っていうのはやっぱ、親父とおかんにこう喜ばしたいっていうのが僕のやっぱ原点で、よくたくさんの人から、なんでそんな頑張れるのとかって言われるんですけども、僕の中ではやっぱり本当にお父さんお母さんに喜んでもらいたいって、本当に恩返ししたいなって、おかんに、もう本当の苦労かけたんで、たくさん。だから、もう、とにかく感謝伝えたいっていう、そんな思いでやっています。てっぺんっていう名前は、親父に見てもらいたいっていう思いでつけました。一番近くに行くと親父が見やすいだろうって、親父も見て成長する姿を、見てもらいたかったし、見ていたかっただろうなって、すごく思うので、でも今思うとてっぺんまで行かなくてもいつもそばで見てくれてるんだなっていうことをすごく今本当に感じてます。僕の中ではてっぺんのこだわりはすごく大きいです。ヤクザみたいな親父でした。ヤクザになるか警察官になるか、親父は迷ったそうです。絶対どう見てもヤクザなんですけども、本当ここに僕がちょこんと座ってるのが僕は本当それが、本当にでも警察官を選んでくれてよかったなって僕はすごく心から思います。で、お母は一番可愛い写真を送ってきたんで、一応なんかこのお母なんです。これ弟なんです。弟はタイのてっぺん。今ちょっと店舗、バンコクでも展開してまして、弟もてっぺんを背負って、同じ思いでやってくれています。だから本当のお父さんお母さんからいただいた命を、もう思いっきり輝かせて、そして出会った人たちを、本当出会った仲間の命も輝いてもらいたいって思いますので、本当にそれを大切にして、これからも倫理の学びを、
こう倫理の学び最高なので、なので今日初めて来られた方や倫理をまだ学んでない方は1年間はまずやってみてほしいです。絶対に学んでよかったって思える、そんな仲間たちなので、そのすごい学びがあるので、ぜひ仲間になってもらえたらなというふうに思います。ということで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。消し方が分かんないです。キーマン、あざました。日本を元気にする大島啓介コーチ、ありがとうございました。それでは3人目の講師の先生をご紹介させていただきます。中則陽平講師は1972年東京都築地生まれ、大学時代は少林寺拳法部に入部、主将を務め、卒業後はさらなる高みを目指してアメリカコロラド州にあるデンバー大学に留学し、飲食の MBA と呼ばれる経営プログラム HRTM を修了されました。帰国後1999年に株式会社玉寿司に入社し、2005年に4代目の代表取締役社長に就任されました。2016年には8万1000社の中の6社のみに与えられる府内総研主催グレートカンパニーアワードに選出されています。現在は寿司職人が心を込めて握るスタイルで31店舗700名のスタッフが活躍する組織に成長しています。今では当たり前となっている手巻き寿司の元祖でもあります。関東大震災、第二次世界大戦、コロナ禍という大苦難を乗り越え、2024年めでたく創業100周年を迎えられました。本日は人間関係を再生させる、思考法をテーマにお話しいただきます。それでは中則陽平講師、どうぞご登壇ください。こんばんは。本日の主役の皆さんです。楽しみにしてます。今日ね、私宮城県から来てるんですけど、宮城県から保育園4園経営しているメンバーを連れてきました。すんごく楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ハンカチ、はい、ティッシュ、はい、メモ帳、はい、ペン、はい、ポケット、
連絡事項ありませんでしょうか。はい、本日箱組の白山太郎くんがお誕生日となっております。お会いしましたらおめでとうのお声掛けお願いします。はい、その他にありませんでしょうか。ありません。皆さんよろしいでしょうか。はい、今月の目標は挨拶、返事、後始末です。各学年新目標の発表お願いします。2歳児クラス、はい、挨拶を返す。年少さん、はい、大きな声で挨拶をする。年中さん、はい、名前を呼んで挨拶をする。年長さん、はい、自分から挨拶をする。ありがとうございます。職員目標はありがとうを伝えるです。本日も皆様ありがとうをたくさん伝えてまいりましょう。はい、報告の中で連絡等は各自確認お願いします。はい、職場の教養を認諾します。はい、3月27日水曜日、ひと手間の効果。伝える側が意図を伝えたつもりでいても、聞いた側が誤解していたり、聞き違えて、聞いていなかった、知らなかった、ということがあるかもしれません。こうした事態がトラブルやミスの原因になることがあります。はい。はい、言ったはずのことが正しく伝わっていなかった場合、引き継ぎ返して、せっかくきちんと伝えたのに、と不満を抱くことがあります。しかし、自分にも落ち度がなかったか、振り返ることも大切です。はい。はい、要件や相手によって伝え方を変えるなど、工夫をすれば正しく伝わることが多いでしょう。口頭で済ませるか、メモを渡すか、メールやチャットで履歴を残すか、報告まで求めるかなど、その都度検討することが大切です。はい。はい、聞いた側も忘れないための工夫や復唱して確認するなどできることがありますが、伝える側の一手間によって多くのトラブルやミスは防げます。はい、ありがとうございます。言ったことが伝わらず結果的に実行されなければ、それは言っていないことと同じです。結果や成果につながる発信を心がけたいものです。それでは発表してくれる方、はい、では指先が伸びているお任せです。はい、ありがとうございます。発表します。この文章を読んで、私は今年度学年主任を持たせていただく中で部下を持ったんですけれども、伝え方っていうところがすごく悩まされた時期がありました。しかしこの白山グループで大切にしている、相手に矢印を向けるのではなく自分に矢印を向けるということの大切さに改めて感じさせられました。今年度新たに新人を持つ中で、相手に伝え方っていうところの工夫をさらに意識していきたいと思いました。以上です。ありがとうございました。それでは感想を、はい、私が感想させていただきます。はい、今の桃花先生のお話を聞いて、しっかり自分に矢印を向けているところがとても素敵だなというふうに感じました。私自身もしっかり伝え方の工夫というところと、聞いた時にどのようにしたら忘れないかという工夫、この2点をしっかりと学ばせていただきます。ありがとうございます。最後に今日のプロローグを斉唱いたしましょう。今日の心掛け、指示や依頼の仕方に配慮しましょう。続いて2年ディスカッションに入ります。はい、今週のテーマは自分が思う朝礼の大切さです。ではで発表をお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。今回このテーマを通じて朝礼の大切さについて、また今日のテーマモチベーションを高めることだと思っております。モチベーションを高くすることで一日のスタートを気持ちよく切って、大人が輝き子供が輝くと思っております。以上です。ありがとうございました。はい、終了です。それでは発表してくれる方、はい、笑顔が素敵な牧野先生、はい、ありがとうございます。発表します。私はこう一番大切にしていることとして、周りの意見を聞くということを一番に大切にしております。先日職員合宿がありまして、チームビルディング研修というものを行いました。一つのものを成し遂げるために、自分の意見を持つだけではなくて、周りの意見を聞き入れたり、そしてそれを実践する、そのサイクルが一番大切だなということを感じさせられました。今後も保育の中で自分の学年だけではなくって、他の他学年の職員ともこうコミュニケーションを取りながら保育に努めてまいります。以上です。ありがとうございました。
感想をぜひ、ゆい先生。はい。ありがとうございます。発表します。今、真宙先生のお話をお聞きして、先日行われた職員合宿とつなげているところがまず素敵だなというふうに感じました。自分の意見を取り入れるだけではなくて、周りの意見に耳を傾ける、そして取り入れるだけで保育の向上にもつながるかと思います。全職員で意識して取り組んでまいりたいなと感じました。以上です。ありがとうございました。それでは本日最高の盛り上げを、ねな先生、発表します。皆さん元気ですか？はい。ご飯ができましたか？はい。今日もワクワクしますか？はい。それでは始めに挨拶訓練からいきます。はい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 。おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは宝を食べて、やるべきです。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 盛り上げはスマイルリレー。で、会場の皆様へと、スマイルには人を幸せにする効果があるということは知っていますでしょうか。今日はそういうことで、そのことで、私たちと会場の皆様と一緒にこの会場を幸せな雰囲気に伝えたいと思います。それではルールを説明します。私から順番にスマイルというパスをしていきますので、一番端の写真まで行きましたら、私たちが行きますよ、3、はいと掛け声をしますので、皆さんも大きな声でスマイルとお願いします。準備はよろしいでしょうか。はい、はい、それでは行きます。はい、スマイル。私の職場はもともと商事会社にいてですね、実家の経営する幼稚園に入ったんですけども、わずか1年半で 90% の職員が退職してしまうっていう、そういう状態でした。そんな中で渋谷区林業法人会の沼田相談役の紹介で、沼田相談役いらっしゃいますかね。到着遅れております。あ、遅れますね。後で行きますんで、もうすごい人ですんで、の紹介で、僕も大島さんも沼田さんの紹介で渋谷区林業法人会に入りました。まあ、当時は本当に、まあ、ただ辞めていくだけならいいんですけど、うち幼稚園ですから、もう本当に保護者の方とこう署名活動をして辞めていかれちゃったりとか、私が問題ですから、あいつが帰ってきたからこうなったんだってなったりとかですね。まあ本当に当時はね、短大卒業の先生が多くて、職員が多くて、もう4大卒って入ってきただけでもういじめに遭うような、そんな職場だったんですね。
まあ、それを何とかしたいと、まあ、保護者の方ともタメ口で話したりとかですね、20とか22で先生って言われて敬語で話されて年上の人に頭を下げられるから、知らず知らずのうちに先生病にかかっていくんですね。でその悪いサイクルのずっとスパイラル、そんな状態でした。でそんな中ですね、まあ、今いらっしゃいましたけども、あのてっぺんの大島さんですね、あれは確かあの渋谷区中央倫理法人会、倫理法人会、未入会の方もいらっしゃると思うんですけども、あのいろんな東京都内でも全国にたくさんいろんな倫理法人会があるんですが、あれは渋谷区中央の倫理法人会のモーニングセミナー、朝の勉強会の後に、大島さんと2人でですね、なぜかあのミスタードーナツに行く機会があったんですね。で当時大島さんとはほとんど面識がない中で、まあ、相談をさせてもらいました。今うちの幼稚園がこういう状況で人が辞めてって、まあ本当経営不振に陥ってると、どうしたらいいものかというふうにこう話をしたんですね。でその時は大島さんのうんとこう話をよく聞いてくださってですね、あなんかどんな素晴らしいアドバイス作れるのかなって思ったらですね、大島さんに言われたんですね、石川ちゃんって、石川ちゃんはさ出る杭だから打たれるんだよって言われたんですよ。出る杭だから打たれるんだよって。ただ当時の私はすごいそのアドバイス不満に思ったんですね。ちょっと待ってくださいと、明らかに今の職場の状態はおかしいと、僕が今出る杭にならなかったらうちの幼稚園絶対おかしくなっちゃうと思うんです、どうしたらいいんですか、いやそういう状態なんです。そしたら大島さんこう言ったんですね、いや石川ちゃんそういうことじゃないよって、出るならねって、出過ぎた杭になった方がいいんだよって、出過ぎた杭は打たれにくいからって言われたんですね。ただその後こう言われたんです、ただ出過ぎた杭になること自体が目的になっちゃダメだよって、君がどんな出過ぎた杭になることによって周りだったり社会がどう幸せになるかってことを仲間と共有しなきゃダメだと。例えば中学とか高校の男の子がですね、俺将来ビッグになるからって言って20年後ほとんどの人が普通のおじさんになってます。あれなんでか、そう、自分がビッグになることが目的になっちゃいけなくて、それが手段であればいいという話なんですね。当時9割も職員が辞めたもんですから、慌てて母親とですね、当時パソコンとかあんま浸透してなかったので、もう手書きで求人票検証絵になるぐらい書きました。そして大学に持っていくんですね、また辞めてしまいましたと、うちの幼稚園はこういう問題があってなんとかしなきゃいけないんです、助けてください。最初は大学の求人の先生たちもこう言ってくれました、ああ大変ですね、おっしゃってることその通りだと思います。ただだん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 9割も辞めてくるとこう言われるんですね、石川先生、石川先生が言ってることは正しいと思いますよ、でも問題のことよくわかるんですけど、結局石川先生どんな幼稚園が作りたいんですかって言われたんですね。私はあれが嫌だこれが嫌だってことはよくわかってました。もしかしたら職場にいるかもしれません、職場のこんなとこに不満がある、こうしてほしいとかね、ここが嫌だって職場で思ってる人もいるかもしれません。じゃあぜひその人に聞いてみてください、じゃあどんな職場を作りたいんですか、多分ほとんどの人が答えられないと思います。僕もそうでした、嫌なことは分かってた、でも何がしたいんですかって言われたら分かんなかったんですね。それで大島さんから素晴らしいアドバイスをいただいたから、てっぺんの朝礼っていう本が出しましたよね、何十年前かに。その中に僕がてっぺんを創業するときに繁盛店は100店舗もあったっていう本が書いてあったんですね。よし分かったと、僕は100店舗とはいかないまでにしてもと、ね、有名な名門と言われる幼稚園保育園を回ろうってことで40箇所数珠つなぎで、やっぱりいい人同士でつながってるんですね、いい幼稚園行くといい幼稚園を紹介してくれます、数珠つなぎで40箇所回りました。そしてですね、28歳の7月ですね、初めてこういうものを作りたいっていうお手本にしたような縁が福岡県で見つかったんですね。もう何度も足を運んで初めてビジョンというものができたんです。ビジョン、まあ夢っていうじゃないですか。そして27歳の8月の給与面談の日に初めてうちの職員の前で夢を語ったんですね、こういう幼稚園が作りたい。そしたらですね、夢の威力ってのは本当にすごいんですね、作りたいって言ったらですね、翌日4人の職員が辞めたいって言ってきました。まあそんなもんなんですよね。そうなんです、そうやっぱりですね、まあ夢でこうやっぱりそううまくいかないと言いますか、なんでだろうと、実際見に行った福岡の園はですね、もう職員がもう生き生きと働いててね、あんなに通ってる人も誇り誇
こに通うことを誇りに持ってるんですね。お客さんが通ってるところに誇りを持ってるんです。なんであれをやりたいと思わないんだ、思ったんですね。そんな、まあただですね、自分が夢を語ってこれを作りたいという疑いのない気持ちで話をして断られたもんですから、そこに後悔はなかったんです。そんな中ですね、とある研修で、まあ群馬県でこんにゃくを作ってるおじさんに出会ったんですけども、同じ研修でして、そのおじさんから、まあ人生が変わるような転機の一言をいただくんですね。まあそれは1ヶ月に1回ある研修でして、でそのおじさんとはですね、同じチームだったんです。私はそのチームのリーダーでした。リーダー。そしてそのリーダーは翌月の研修までにメンバーの宿題を集めて研修所に提出するという役割がリーダーにあったんですね。で私はリーダーになったもんですから、じゃあそのレポートを集めなきゃと思って、まああらかじめその宿題課題を見るわけです。まあ大した内容じゃなかった。もう2時間もあればできてしまうような内容。なのでメンバーの前でこう言ったんですね。これ簡単な内容だと思いますね。だから皆さんの力であれば、まあ、2、3日でできると思いますので、今週末までに僕に出してくださいって言ったんです。そうしたらそのおじさん急に手を挙げて、僕にこう言ったんですね。初対面ですよ。石川さん。石川さんってさ、職場で信頼されてないでしょって言われたんですね。初対面ですよ。この人大丈夫かなみたいな、こう、思ったんですけども、そしたら言われたんですね。僕だったらこう言うよってそのおじさんに言われたんです。その人は、皆さん宿題見てどうですか、見ていただいた上でいつまでに僕に出せますかって言ったんです。そのおじさん、違いわかりますね。僕はいつまでに出せる、僕は指示をしました。でもそのおじさんは、皆さんちょっと極端に言いますね、皆さん会社が今大変な状態になるかもしれません、で家族が今病気で大変な人もいるかもしれない、そんな中で集まってくださった皆さん、おのおのの事情を鑑みた上で、ね、皆さんであればいつまでに出せますかって目標設定させてるんです。そうなんです。自分ごとにさせてるんです。そこで初めて気づいたんです。僕は、福岡に行って何度も素晴らしいその縁を見てビジョンを語ってました。ただ実際にそれを見に行ってたのは僕だけだったんです。そう、例えるならば、うなぎを一度も食べたことない外国人に、君の人生をうなぎ職人にかけたいかって言ってるのもんですね。それは誰だって人生かけられませんよ。慌てました。慌てて職場に電話して、ぜひ見に行こうと、理想の職場、みんなにも生き生き働いてほしいんだっていうふうに話をしたわけです。そうすると、当然ビジョンができると、目標ができますよね。そして目標があるから成果が出る。そして成果が出ると当然リーダーとしてはそこに感謝をする。そして感謝が従業員のやりがいに変わる。そしてやりがいは主体性を見ます。ちょっと行き過ぎちゃいましたね、主体性。そしてどん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 これがスパイラルアップしていくっていうサイクルなんですけれども、ですね、まあやっぱりこのサイクルというか、やっぱそれがやっぱりどうしてもトップダウンで、その中で非常にやりだすのは、今日まあ未入会の方もいらっしゃいますので、さっきちょっと日高の方からもありましたけども、やっぱりやる気とかやり場っていうのはそこら中に溢れてると思います。ただ大事なのはやり場、ここの場まで用意できるリーダーっていうのが非常に稀だというふうにことにも気づきました。そして、まあ、未入会の方もいらっしゃいますけれども、他の勉強会とここ倫理法人会の違い、湯島倫理法人会の違いですけれども、そのやっぱり場があるということだと思います。でやはり今回もあの朝礼、本当に教養のためにやったんじゃなくて、今日トゥデイ用のものじゃなくて、毎日やっぱりやるんですね。で、朝礼見学、素晴らしいから朝礼見学に来るのか、それとも朝礼見学に来ていただくから素晴らしい質が保てるのかっていうのは分かりません。今、ミシュランで星を取っているレストランのほとんどがオープンキッチンです。見られる環境、場を与えているということだと思っています。
だから意図的に見られる場を作ることもありますし、そういった場を提供してくださることも倫理法人会と他の勉強会との違いだというふうに思います。で、今日本当に時間が短くてですね、私の持つ時間あと2分間しかないんですけども、ちょっとかなり端折りまして、で、まあ、なんて、あと5分、5分ですか、ありがとうございます。やっぱり生まれも育ちも性別も出身、価値観も違う中で、特に今 YouTube とかあるので、一個検索すると自分にの関心のある動画がどん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 こう出てくる中で自己完結できちゃう。自分と会う人とだけ付き合っていけばいいっていうことが主な価値観の中で、やっぱりこれから会社をどうまとめていくかっていうことは非常に難しい問題になってます。そんな中、それこそ、まあ、大島さんのライバルじゃないですけども、赤塚元気社長という方がいらっしゃいます。2年前の外食アワード、日本一の飲食経営者ですけども、その方からこんな言葉をいただきました。人間っていうのは、会社、ルールじゃなくて社風に従うってことを言われました。そしてその社風を一番作るのに適しているのは、朝礼ということでした。で、まあ、やっぱり人材育成っていうのは1回の研修の長さではなくて、やはり頻度だと思います。思考習慣だと思います。よく人間は出会いと衝撃と習慣でしか変わらないという話を聞いたことがあります。その習慣がうちの場合は朝礼、そしてやり場を作る。やっぱり倫理法人会で朝礼ね、今日はアレックスさんいらっしゃいますけども、当時は朝礼委員という倫理法人会の朝礼専門の人たちにうちも朝礼を導入を手伝ってもらいました。朝礼のことはほとんど教わりません、ね、朝礼始めたらうちの従業員がみんな疑心暗鬼になります。こんなことやって大丈夫なのかな、カルトじゃないのかな、ブラック企業じゃないのかって不安だ。そんな中、朝礼委員の人たちが言ってくれました。あなたこの会社に入ってラッキーだよ、こんなことやってくれる経営者いないよ、朝礼の指導ほとんどなかった、でもお宅のリーダーはスパイリーダーなんだってひたすらうちの従業員に言ってくれました。そうするとうちのリーダーはすごいんだ、だからリーダーについていこうって気持ちがどん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 育成されて、今の朝礼の形になってきました。拍手されるからやる気じゃなくてその気になります。やる気は続かない、見てる時しかやらないから。でもその気になった組織っていうのは自分で考えて動くようになります。そしていつも工場の話最後に話をするんですけども、まあ、聞いたことあると思うんで、方はもう一回考えてほしいんですが、何か悩み事だったりとか、これからどうしたらいいのかって悩んだ時に、相談する人、8人を思い浮かべてくださいっていう話をします。今から僕が10秒数えますので、10秒内にその8人を思い浮かべてみてください。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、8人思い浮かんだ人。ありがとうございます。変えないでくださいね。8人以下でもいいです。その8人の方の平均年収が皆さんの10年後の年収だというふうに言われています。まあ、これは非常にお金が全てではないんですけども、どういう常識の中で自分が生きているかということだと思うんですね。で、今振り返ると25、6の時に、やはりそういった人生の悩みにぶち当たった時にですね、身近にいてくださった、今日ツイートいらっしゃいますけど、沼田さんだったりとか大島さん、まあ、中森さんもそうですけども、そういった尊敬できるリーダーが自分の近くにいたことが本当にラッキーだと思いますし、そういった仲間がたくさんいる倫理法人会、それを実践して相談できる、いつでも、そんな環境が倫理法人会にはあるというふうに思っております。時間が来てしまいましたので、こちらで話を終わらせていただきますが、ぜひ倫理法人会未入会の方は一緒に入会されまして、共に学んでいければと思っていますので、よろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。その機能チーム作り、石川明彦講師、ありがとうございました。それではお二人目をご紹介させていただきます。大島圭介講師は1974年1月19日三重県桑名市で生まれました。居酒屋から日本を元気にする目標に、株式会社てっぺんと NPO 法人居酒屋甲子園を設立。てっぺん独自の本気の朝礼が
テレビや雑誌などで話題となり、年間1万人以上の方々がてっぺんの朝礼の見学に訪れています。驚くことに、今では中学生や高校生が修学旅行のコースでてっぺんの朝礼に参加するそうです。その功績もあり、2007年には外食産業に最も影響を与えた人物に贈られる外食アワードを受賞されました。また2018年には翡翠小太郎氏と前祝いの法則を出版し、2019年読者が選ぶビジネス書のグランプリを受賞されました。現在では吉木を取り入れたメンタルトレーニングを開発し、高校野球界では大島講師の吉木メンタル研修を受けた高校が甲子園初出場の夢を実現し、甲子園常連校を含め25校が甲子園に出場しています。2018年秋の神宮大会では、なんと研修を受けた初出場の高校が日本一の栄光に輝きました。本日は日本を元気にする熱く語っていただきます大島啓介講師、どうぞよろしくお願い申し上げます。ご紹介ありがとうございます。改めまして皆さん、こんばんは。渋谷区倫理法人会で、もう20年近く、学ばせていただいております大島啓介です。今日は本当に大変貴重なお時間をいただきまして、本当にありがとうございます。皆さんの本当大切な命の時間をいただいてますので、精一杯、話をさせていただきたいと思います。どうか最後までよろしくお願いします。